旧深沢トンネルワインカーブ内部、甲府側から東京方面を望む。東京方面に向かって登り、勾配になっている様子がわかる。トンネルワインカーブは、山梨県甲州市勝沼町にある、東日本旅客鉄道中央線の旧深沢トンネルを利用したワインセラーである。カーブとは貯蔵庫を意味するフランス語である。甲州市勝沼ぶどうの丘が管理、運営している。 深沢トンネルは連続する大日陰トンネルと同様、1902年に貫通。1903年に中央線は甲府まで開通した。中央線の開通により、東京まで短時間で大量に出荷できるようになったため、勝沼のドウとワイン産業に革命的な変化をもたらした。トンネルは1997年の新深沢第にトンネル開通まで使用され、 後に、甲州市のワイン醸造を支えたインフラ施設、建築物として、経済産業省の近代化産業遺産に認定された。勝沼武道号駅から大日陰トンネル遊歩道を通り抜けると、2005年5月に開設した全長1104メートルの急深さは、トンネルワインカーブがある。トンネルがレンガ造りであることから、ワインセラーとして活用している。 内部の気温は、冬場は14摂氏15度、夏場は17摂氏18度、湿度は60から65%と1年を通して安定している。温度調節はしていないが、湿度調整はしている。案内所で申し付ければ一般客も見学できるが、通常は入り口から数十メートルまでの見学となっており、そこから奥は契約者もしくは契約しているわいなりの案内がないといれない。 トンネル内には横向きに走るフォークリフトがある。これは細長いトンネルの壁に沿って延々と並んだ棚にワインを出し入れするためである。大日陰トンネル遊歩道とトンネルワインカーブの間には深沢川が流れており、河川用のレンガトンネルを見ることができる。これはトンネルを掘った土で谷を埋めたのだが、川がせき止められるのを防ぐために河川用のトンネルを作ったものである。 現在、中央線の車内から、新大日陰トンネルと新深沢トンネルの間で、一瞬だけ外が見えるところが、この部分である。ありがとうございます。